モドリッチもサウジ行きか？約120億円の巨額オファーを真剣に検討している模様。サウジの提案は事実上巨額であり、拒否することはできない。ルカ・モドリッチは今後数日以内に自身の将来を決定することになる。マドリーが延長しないとか言わない限りモドリッチはマドリーから出ないでしょ。ね？あんなにマドリー愛してる人が。モドリッチもベンゼマと同様に選ぶ権利を持っている選手だ。そして今の印象で言うと、対談で当たり前、残ってくれるならしんって感じかな。サウジに行かないで、モドリッチ。オイルマネーというかサウジ、やりたい放題だな。モドリッチ残ってくれ。個人的には残ってほしいけど本人次第よな。モドリッチは無理、本当に無理。モドリッチはサウジ行くくらいならフルス救いに来て。モドリッチ残留希望ちゃうんか。ベリンガム決まって心変わりしたん。なんか出てきそうだな。メッシがダメだったからてモドリッチに来るんじゃねえ。モドクロ揃ってサウジ行ってもお疲れ様でしたとしか言えないだろ。モドリッチは今年退団した方が良さそう。来年グダグダだろうし巻き込むの申し訳ない。